よっしゃ、やりますか。まあね、今日そんな時間ないんだけど、ちょっとやっていこうかな。すげえサイコブレイクっぽいな、これめっちゃ。てかさ、よく考えたらこれでさ、見つかった時に目のマークが現れるじゃないですか。あれもめちゃめちゃサイコブレイクっぽいよね。今俺、ランタン探したからね。ん？なんだ？見つかってるし、クマか。なんだ、どこだ。発見されたって言うけど、俺は発見してないんだよ。なになに、うわ、あ、うわ、あいつだよ。あいつやだ、めっちゃ強いんだもん。ちょっとどうしようか。でもやるしかねえ。そりゃうわっ、強すぎない？ダメだ、逃げよう。あいつ強すぎ、全然無理。なんだ、こんなとこに出口あんじゃん。はぁ、生き延びた。こっから出てこないよな、あいつな、さすがに。いや、最近、片付けていた装備を回収する。何の話だ？マルボーンに預けたやつは回収したと思うんだけどな。いや、ここどこだ？見てもわからない。とにかく見てもわからない。おぉ、高速移動したらリディアいた。リディア生きてたか。よかった。なんか一瞬声が聞こえて、柵の外で戦ってる感じだったけど、その後声が聞こえなくなったから、てっきり死んだかと思ったぜ。だってあのマーカーはどこを指してるのかな。マーカーの一つはこれですね。デルフィンと話す。もう一つは、なんか変な、途中襲われた、今被ってる仮面の、かっこいい仮面をつけてた連中の、ミッションっぽいですね。ちょっと一回デルフィンの方に戻ろうか。高速移動で。誰だこいつ。さて、デルフィンどこにいるかな。いやー、リディア生きてて本当によかった。やっぱ仲間がいるといないとじゃねえ。全然モチベーションが違うからね。どこだあのマーカー。あ、下か。変な曲流れてるけど、こんな曲前流れてたっけ。おめでとう BGM。 とりあえず生きては帰ってきたわね。マルボーンが犠牲になったけどな。約束した通りね。あれ生きてたっけな。あ、死んだか。本当に信じがたいわ。何も分かってない。リズバーンですって、生きているの？サルモールに殺されたんだと思っていたわ、あの変人。なんかすごいフランクになってない？奴らもドラゴンのことを調べようとしていたのなら、手当たり次第ブレイズの一員を殺すという目的以外にってこと。エズバーンはブレイズの公文書保管人だったの。サルモールが対戦中に私たちをボロボロにする前にね。彼はブレイズに伝わるドラゴンの古伝承に精通していたわ。取り憑かれていたと言った方がいいわね。その頃は誰も気に留めなかった。私たちが思ったのと同じ人じゃなかったのね、きっと。あ、そんなこと言ってたっけ。あ、文章に書いてあったのか。サルモーラ・ブレイズがドラゴンのことを知っていると考えてるんだな。うん、憎いよね。宿敵の間柄って、すべての災難は相手のせいだと思い込んでしまうの。とにかく、それのせいで俺は5時間以上ひどい目にあったけどな。彼しかいないのよ。奴らは彼の居場所を知っているの？リフテン？それなら多分ラットウェイね。私ならそこに行くわ。私ならそこに行くわってなんだよ。ブリニョルフと話す。私もでいいだろ。彼はいいコネを持ってるわ。手始めとしては悪くないはずよ。それとエズバーンを見つけたら、考えすぎだと思うかもしれないけれど、彼はあなたのことを信用しないかもしれない。敵対フラグか。高層の月の30日にどこにいたかを尋ねて、彼には通じるはずよ。そういう暗号なのか。高層の月のなんとか。お、売買特権やった、終わった。追い詰められたネズミが始まったんだが。うん、
そうそう、これだよこれ。アルモールよ。奴らはこれまで30年間ブレイズの一員を片っ端から追跡して捕らえてきたの。白金協定のおかげで奴らは何のお咎めもなく帝国内で活動できるようになっているわ。うん、対戦から30年しか経っていないのに、ほとんどの人にとってはもう遠い昔の話なのね。まあね、ついこの前のことのように思えるわ。私にとって本当の終わりはまだ来ていないのよ。あなたの質問に答えるわ。白金協定は帝国とサルモールの間で締結された平和条約のことよ。これによって戦争が終わり、帝国は戦いから手を引くことができた。神聖なタロスの名を踏みにじりもしたわ。帝国全土でタロス崇拝を弾圧するという自由をサルモールに与えてしまったの。ブレイズはこれまでずっとドラゴンボーンを守り導いてきた。でもそれがなぜなのか忘れてしまっていた。でもはっきりしたの。ブレイズで生き残ったのは私だけ。そしてあなたはドラゴンボーン。一緒にドラゴンを阻止しましょう。必要とあれば最後の一匹まで破壊と送り戻してやるわ。うん、これメインストーリーだよね。そうね、メインストーリーがそれならそれをやるまでですよ僕は。長い説明、短い説明、どちらがいいかしら。簡潔でお願いします。実業を統治するハイエルフよ。帝国、そして帝国の味方すべてを目の敵にしてる。うん、30年前奴らは帝国に侵攻し、もうすぐで帝国を滅ぼすというところまで行ったわ。ブレイズが叩き潰されたのはその時よ。それ以来奴らはありとあらゆる方法で帝国を弱体化させようとしているの。はい、わかりました。ありがとうございました。ちょっといてくれ。さてさて、追い詰められたネズミは何をすることが始めなんでしょうね。もう一個の方にあれでやってみようか。同時にいくつもやるもんじゃないような気もするんだけど、ちょっとマップを見て、うん、なんか書いてなかったっけ。なんか今変な文字でなかった。勘違いか。あ、これか。何クリアしましたって。何場所ごとになんかあるの。ああ、そのサブミッション的なやつね。ウィンドヘルメって高速移動あできないんだ。ちょっときついな。もうカイネスグローブからならいけるぞ。カイネスグローブに行ってみようか。ちょっとカイネスグローブはね来ちゃったけども、待って、これを見たい。そう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 、エズバーンの居所を聞き出す。誰から？これめっちゃ漠然としててむずいだろこれ。やっぱドラゴンボールの方から進めようか。ソルステームに行くだな。いや、ソルステーム。そういえばね、今日はね、あの司令高校っていう映画のタイトルのね、あ、タイトルの映画を見てきたんですけど、友達とね、あのなんかホラーないとか言って友達とやり取りしてて、資料高校ってのがあるよみたいなね感じで言われてね、なんだそのクソつまんなそうな、なんか AKB の一人出てそうなやつはと思って検索したら、なんかパラノーマルアクティビティとかやってた監督の新作らしくてね、もう資料高校っていうかさ、和風ホラーのさ、すごい B 級のやつかと思ったら、ちゃんとっていうか、ちゃんとってわけでもないけど、海外のやつでさ、どこが資料高校やねんっていう感じの内容だったよ。結構面白かったですね。そして道に迷いました。どこだここは。あながち道を間違えてるわけではないのか。でね、その資料高校っていうのが、それね、日本バージョンというか、日本で放送じゃなくて放映する時の名前みたいな感じでさ、海外ではね、資料高校じゃなかったんだよ。っていうか、そのちゃんとした元のタイトルは、ザ・ガローズっていう名前でね。あ、お前か！これやだ俺、こいつ。2発ワンパンじゃない、2パンで死ぬ。痛い痛い。カリウドお願いします。あ、てかカリウド死んでる。なんだその動きは。ザ・ガローズっていうのは、公主大？公主刑とかいう意味でね、映画の内容はね、ほぼそれに沿ってる感じだったんだけどね。待って、危ない。なんで日本の映画でさ、こうね、いやなんかさ、こうタイトル変えるにしても、なんでもっとこうさ、適切なタイトルにしないのかっていうのはね、全
全く意味がわからないね。資料高校はひどいだろ、マジで。全然資料高校って感じなかったよ。タイトルが漢字で高手大だったらまだわかる。もう適切すぎる内容、高手大とか高手系ねだったら適切すぎる内容だったんだけどね。ザ・ガローズを直訳したタイトルじゃないのか。こいつを初めて殺した。しゃあ死亡。安いやめだな。そして狩人めっちゃ死んだけど大丈夫か。待って、お前リディアだろ。あ、いたいた。お前この辺りで狩りや漁をしています。その割には弱くない。私が密漁したって誰も損をしませんよ。いや、もう密漁するメンバーもほぼいなくなったというか、お前しかいないんだけど。欲を張らなければこれで自分たちにも十分です。まあね、何こういうのも全然なんていうの、自給自足のうちには入るとは思うんだけど、まあ、メンバーが全滅したとなってはちょっと成り立ってないと言わざるを得ないね。あとね、資料高校を見た後にね、まあ、ちらっとゲーセン寄ったりもしたけど、あの寿司屋行ったんですよ。あのくら寿司ね、くら寿司行ったんだけどさ、くら寿司さ、こう回転寿司なんだけど、くるくるしてるやつの他にこうパネルで注文したやつがこう変な特急みたいなやつに乗ってくるわけよ。あいつらちょっと友好的なのかな。敵だったらどうしよう。あ、友好的だ。溺れてんだけど。さあ、その特急みたいなやつに乗ってくるんだけどさ、遅いんだよね、注文してから来るのがね。ちょっと話を後にするか。ああ、誰だこいつ。ん？ここソルシステムじゃないの？説明が難しいが、あの仮面のやつ。ああ、俺がつけてやつ同じやつね。そして気づいた時には自分がここにいて、奴らがいなくなっていた。おかしいぞ、こんなに長い時間がないなんて。しばらくの間あそこで妙なことが起きている。だがこれが進めば終わりだ。ソルシステムはなんだ、記憶はないけど逃げてんのか。話を聞いて。まあまあ、そりゃそうだよ。この選択肢は変だなと思ったよ。お前の問題には同情するが、自分の身を守らねばならん。まあね、動かすつもりはない。まあもっともだと思うよ。ちょっと一回もうちょっと探索してみようか。だがこれからも答えは変わらないぞ。こいつちゃんとしてんな、なんか。なんかわかんないけど、こいつちゃんとしてんな。ノルトは感謝を知らない。だがそれがなんだ。俺だって奴らに感謝なんかしていない。お、獣人族が喋っている。ここではあんたみたいのはあまり歓迎されない。飽きさった方がいいだろう。まあね、ここを襲ったやつの仮面をかぶってるからね。哀れだろ、襲撃が始まって以来管理している余裕がないんだ。わかるだろ、海賊のせいさ。ハンマーフェルからバーデンフェルにかけて沿岸地域を襲撃している。安全なのはシャッターシールドだけのよ。ウィンドヘルムの権力を握る一族、民間の海運事業を運営していて、自分たちだけの港を持ちたかった。海賊とグルだと聞いても驚けないな。いや、まだない。だが、君みたいな恐れ知らずが手を貸してくれればどうにか。連中の作業はダークエルフが監督して、スバリスパソ、失敗にうるさく、すべての取引を記録部に記録している。それが手に入れば、言うことなしだ。なんかミッションだね。ミッションじゃないと思って普通に黙って聞いちゃったよ。連中は自らをブラッド・ホーカースと呼ぶ。知る限り、これまでも存在はしていた。だが、我々の船を集中して襲うようになったのは最近のことだ。卑劣な奴らだが、これはまたさっきのと別の関係なのか、関係ないのかな、これは。ただ人助けっていう感じか。自前の保安軍は戦力が限られているし、傭兵は皆馬鹿げた戦争に突きっきりだ。連中がどこを拠点にしているかすらわからないし、船を一隻ずつ攻撃しても根本的な問題の解決にはならない。これで失礼する。さてさて、新しいミッションの行き先は、東から登る。これか。目的地はどこでしょうね。これなんだっけ、あのさ、あのストーカーみたいにさ、今これがやりたいっていう感じで選べればいいのにね。選べないのかな。選べたわ。なるほどね、ここでオンオフすればいいんだ。
そうすればそれのチェックマーカーだけはつくわけね。なるほどね。うわこれかよ、これ苦手なんだ俺。首長の名において、止まれ。お前はスカイリムとその民に対してマジで目的地に入るだけで捕まんの。これで中に入れたりするかな。ベッドで寝ればいいんだろ。さてさて、場所的にはどうかな。ここは一体どこだ。おやばい、これ中入れたんじゃねえのこれ。作戦成功だな。みんなは何て言ってるの。スカイリムはアルゴニアにあまり有効的ではない。なんでいい、なんでいい、なんでいい、中には入れてなかったのか。くそー、どうすればいいんだ。次やってもまた見つかるだろうな。まああいつが見てない時ってことなんだろうな。こいつのまず巡回ルートを確認しよう。もしかしたら自分がドラゴンボーンでまだ知らないだけかもしれないと考えることがある。まあ俺もそうだったよ。俺は事実そうだったよ。知らないだけで実際はドラゴンボーンだったよ。でもお前は違うだろうな。ちょっと早く移動してくれよ。早く移動してくれよ、おい。巡回者多すぎない？よし来た、今だ。止まれ、主張のね、ニュー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 ニュ強いよ。その首を取ってやる。あのね、ロックピックが1本しかない状態ではね、あれを完遂するのは無理ですね。ということで、ちょっとやっぱりミッションはこっちにしようと思うんですけども、500ゴールドないというね。